海、住山寺は、京都府木津川鹿茂町にある新言州地山派の寺院。かつて、国系があった三日の原を見下ろす山神の山中腹に位置する。三号は札楽山、本尊は十一面観音。奈良時代の創建を伝え、鎌倉時代、上京によって中興された。国宝の五十頭で知られる。仏刀古事十八尊、第三番札書。 当時の創建事情については必ずしも明らかではないが、自伝では天平7年、聖武天皇の直眼により、両弁を解散として、藤尾山観音寺という事業で改装したという。伝承によれば、聖武天皇は平城系の鬼門にあたる、現、海中山寺の地にランを建立すれば、東大寺大仏の造流が無事成就するであろうとの、無告を受け、 両弁に命じて一時を建立させた。両弁が監督した十一面観音像を本尊として改装したのが海中山寺の前身の観音寺であるという。なお、史実としては、聖武天皇が大仏建立の御事のりを発したのは天平十五年であり、平城京の地で大仏造流を開始したのは天平十七年である。その後、法園三年に、 全山消失し、70年余りの間、再建されなかったという。海中山寺の歴史が史実として確認できるのは、鎌倉時代の13世紀以降であるが、現本尊の11面観音像は、様式から10世紀頃の像像とみられ、その頃には、海中山寺の前身寺院が存在した可能性がある。寺は、上元二年十一月、上京によって中高され、観音寺から、 不堕落三回重山寺に改められた。上京は、下脱商人とも称する平安時代末期、鎌倉時代初期の僧で、当時勢力を増しつつあった、千秋年物の浄土宗を激しく批判し、戒律の復興に努めた。上京は元幸福寺に属したが、南都仏教の堕落と俗化を憂い、研究三年、南山城の笠木寺に移った。その後、常述のように、 上元2年に、海、墨山寺に移り、建略3年に59歳で没するまで、晩年の5年ほどをこの地で過ごした。海中山寺という事号の由来については、明本章、量産危機書きに以下のようにある。まず、海とは、観論の主張を救済しようという誓願が、海のように広大であることを意味し、海のような観論の誓願に安住するという意味があるとする。また、 インドの仏教では、観音の住処は南方海中の札楽山にあるとされ、当時を海に重する山である札楽山になぞらえる意味もあるという。上京の没後は、その弟子の佐藤志信が後を継いだ。佐藤志信は、出家前の俗名を藤原中房と言い,い、貴族として三位にまで登った人物であったが、四十一歳にして出家し、上京の弟子となった。 海中山寺の文書には、条件の一周期にあたる憲法二年、佐藤主神が、仏茶利七粒を塔に安置したとの記録があり、これが現存する五十塔の完成を意味するものと解釈されている。室町時代には、達中五十八が棒を数えていたが、豊臣秀吉による大閤検知によって、痛手を受けている。海、墨山寺は近世まで、幸福寺の末寺にあったが、 明治以降は、新温州地山派に転じている。山の中原にある、境内地は東を正面とする。山門を入り、正面には、東を表する本堂、その右手前に南面する、文樹堂、本堂の左手には五十棟が立つ。郵便番号619-1106京都府、木津川鹿も朝礼閉会、住山境外二十バスは本数少なく、月車後、 坂道を長時間歩くことになるので、自家用車、またはタクシーの利用が現実的である。ありがとうございます。